この手は動かさずにこう少し腰の位置を半身を切ります。 そして腰をもう一度切り直して入ります。これね、この時にあんまりこっち側にこう引っ張ってしまわないで、ここはそのまんまクッとこうこう上げ受けで半身になりますよと、ここで半身、ところが半身になりますよと、これよく注意されますね。So, lots of people do 半身上げ because wrong, yes? 半身 is still here, yes? 同じ、こっち側で上げ受け、半身上げ受け、こうじゃないな、このまんまで腰をグッと and stays it goes backよし、はい、それからここはね、打ち受けをしますね。中段打ち受け、この角度そのまんまで上段に持ってくるとこうなる、で下段まで簡単。 So yes, from 中段 bring it up, that's where it should be. ところがこうやってやるとなんとなくこうなるんだよ、こうなるんだよ、こうなってました。中段打ち受け、上段打ち受け、中段打ち受け、上段打ち受け、下段回らない、というふうにやっていきましょう。それからね、あのね、肩をあんまりこうやってこう角をつけていくと、これ肩が上がってますよね。下段はこうね、肩がちょっと上がってます。こうやってやるから肩苦しいんですよ。Shoulders up. Yes. So the tension in your shoulder. Yeah. Nothing is wrong. Yeah. Relax the shoulders. Yeah. それからもうちょっと形を大きくしたければ、肩の線をね、この線で持ってこないで、少しこういうなだらかな線にして、こう入った、まっすぐにして、こう、こうじゃなくてね、肩を落として、肩を抜いて、シューッてやると、スーッと流れてくる。ちょっと高い。So it's not completely horizontal, sliding, by relaxing the shoulder, there's a nice water flow.そうすると体と腕が一体化して大きな技に使う。So then it becomes a big, big move. ね、だからちょっとベテランになってきたらそういうテクニックも取れる。Let's get to the veterans. Please incorporate that. Really nice. こう持ってたもん。打ち落としはね、中段打ち落としは試し割りやってるようなつもり。So you're breaking the bricks, that feeling. だから大きく構える。また大きく構えて、同じだから、ここの構えも大きくゆったりと大きく、そして真下にバーンして、この肘は出ないで、ストップ出ない。これはデータセットとパソコンになりますというのは考え方なので、ここをついてきたものを手首で受けると、
肘の位置はここになる。The elbow goes up. If I'm sensitive to blocking my punch, sorry, then the elbow will go up. Yes. Wrist to wrist. ここをついてきたものを受けると体さばきになるので、ここなる。肘の位置。そんな感じ。これ。So it depends where you think the punch is coming. You're blocking your elbow position. Different.だから狙っている場所がこう構えているものがここなんだ、こう構えているものがここなんだ、その意味で変わってくる。So it doesn't mean that this is wrong, this is right. It depends what your interpretation of your block is. ただやっぱり肘がね、あんまりこういうふうな力が入らない。That's wrong because you can't get the strength. It's too far out.脇を締めるという意味では、この自分の体側になってここにやっているのが一番の力がないというふうに私は考えます。先生 thinks that if my eyes here, then my elbows here, 先生 can get the strongest power into the block。 それからもう一つは、腰のこういう回転だけでこういって、それでこのここでね、パッと止めるんじゃなくて、ここからね、少しこの縦、上下の動きを使う。So, not just a hip twist, but also this is using the movement up and down. この、こういう動きはね、この動きは力を前に出すときには有効なんだけども、その、これともう一つ、ちょっと下に。ここでガッと突っ張られて、ここからギュンと下げてやる。やると、ここに力が入る。So, unlike your punching forward, well, of course, you're not going up and down. This is going downwards. So, since it's using that drop at the end to make it even more powerful. それと、だから平安五段、平安五段も腰をこう、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 じゃなくて、ちょっと下げる、ちょっと上げる、ちょっと下げる、そして入る。It's so tiny, that hand on the roof, it's all tiny up and down movements. Down, up, down, down, down. Same.